皆さんこんにちは、かほなんです。今日は大津谷公園にデイキャンプに来ました。すごい有名なキャンプ場で、なんか無料なんですけど、せっかくなのでこちらのキャンプ場をちょっとぐるっと一周して紹介していきたいと思います。大きく楕円を描くような形をしているキャンプ場なんですけど、真ん中で区切るとちょうどここに当たります。今ちょうど真ん中にいる感じです。じゃあ楕円の上の方をまず見てきます。では行きましょう。大津谷観光マップ、まず駐車場こちらです。これすごい広い砂利なんですけど、道挟んで向こう側にもあります。同じぐらいの大きさの駐車場が。で1個目のトイレ、めっちゃ綺麗です。水洗で掃除もしっかりされてて、夜は電気もついて文句なしというか、お金払わせてくださいみたいなキャンプ場です。大津谷梅園だそうです。じゃあこっから上見てきます。じゃーん、こんな感じです。すごい綺麗。ベンチもあります。でこちら水場ですね。いっぱいあるよ。8つあります。8つあるし、机がすごいしっかりしてるから作業しやすそう。池田山があるので早く日陰になっちゃうし、川の向こう側が今冬なので太陽傾いてるんで常に日陰みたいな感じです。絶対寒いと思って厚着した上に上下スキーウェアを着てたんですけど、超暑い、上脱いできました。斜面だけどこうちゃんと鳴らされてるっていう、一個一個テント張れるように作ってあります。これ2つ目のトイレです。これも水洗で、下ほど綺麗じゃないけど全然 OK な感じの綺麗なトイレです。でさらに上を目指すとこんな感じ。もう一個の水場と、これなんだろう分かんないけど、なんか入れとこうかな。はい、でこの先が立ち入り禁止になるので右側はここまでです。じゃあ川の向こう側見てきます。一応橋でも渡れるんですけど、せっかくなので川を渡ってきます。渡れそうなとこ発見。山から来てる綺麗なお水なので、夏はここでちびっこたちが遊んでいるそうです。いいキャンプ場だね。よいしょ。はい、川の左側に渡ってきました。今冬だから太陽が斜めだから、こっち側は一日中日陰みたいです。でね、こういう杉の木がすごい生えてるから、着火目的のあの杉の葉っぱ拾うのすごい簡単というか、もう取り放題みたいな感じです。で、あとね、ちょっともういないかな、あの、なんて言うんだっけ、タンブラーじゃなくてマンガローじゃなくて、こういうやつ、ハンモック、ハンモックをこういう木にかけて吊るしてる人もいました。2人ぐらい見ました、さっき。火は焚き火とかも直火じゃなければ OK みたいです。で、芝生の上の火の使用だけ禁止なので、こういう砂利とかあるそれ分には全然 OK です。こういうガチサバイバルみたいなとこでテント張っても楽しめる感じです。何でもあるね。はい、でこの大通りがさっきの真ん中の部分にあたります。ここを区切って上側と下側です。じゃあ今度下側行ってみます。こっちもね、広々してるので大きいテント張ったりする人にはいいですね。こういうとこ車も走れるんで荷物積んだりとか楽そう。
なんか工事中です。管理のおじさん曰く今トイレを新しく作ってるそうです。奥がバーベキュー台、なんだ、肉焼けるテーブルです。木製で可愛い。大津谷公園トイレ改修工事、31年の3月20日だから、ゴールデンウィークにはもうここできてるってことだね。じゃあこの中ちょっと見てみます。水地場、いいね、学校みたい。蛇口が 1,2,3,4,5 と、あ、低いやつもある。10個で、これはバーベキューできそうだね。焚き火台みたい。あ、これもバーベキューできるとこだ。ここすごいね、パーティー向け。売店みたいのある。夏は開くのかな。お、またトイレありました。めっちゃトイレあるね。困らない、素晴らしい。茶畑がすごくて、これめっちゃ景色いいの。夜景でも有名だもんね。夜見たらすごい綺麗かも。じゃあこの道がキャンプ場の楕円の一番下の部分になります。じゃあ最後の区画、下の川渡って向こう側見てきます。川渡ってすぐのところにカフェありました。かっこいい。あとバーベキューガーデンの受付もやってるそうです。そしてこれまた大きな駐車場、バス停もあるね。終盤にマップ見つけた。あ、駐車場まだあるの？今のがここで、まだ下に駐車場がある。あ、すごいね。暑すぎる。いいね、池田町。これが冒頭に言ってた下側の駐車場です。本当に台数いっぱいある。はい、というわけで戻ってきました。大津谷公園のキャンプ場いかがだったでしょうか。いや、ね、本当にすごい広くって、設備もしっかりしてて綺麗だし、素敵にはすごいおすすめです。でね、無料っていうのもいいんだけど、予約がいらないっていうのが、またその当日にパッと行こうと思ったら行けるし、いいなって思います。でもゴールデンウィークと夏はすごい人らしいので、そこはちょっと避けたいかなっていうか、絶対避けた方がいいです。行くなら春先とか冬のうちに来ても、結構今日20、30組ぐらい泊まりの人いたので楽しいと思います。はい、というわけで岐阜県池田町のキャンプ場、大津谷公園キャンプ場でした。よかったら遊びに来てみてください。ここまで見てくださってありがとうございました。Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして高評価ボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバーイ。